はい、モデルおしゃれオーディション2続きからやっていきたいと思います。11月ですね。とりあえずメール見ます。はい、大事な話やで。あら、俺ゆうたちゃんに話しておきたいことがあんねん。今から編集部に来れへんか？編集部？あれじゃない？モデル辞めますとか。だってねえ、サッカーでやっていくなら、まあそうよね。あ、てか今日もないんだ、あのね、オーディションないみたいですよ。チェチェとか言って。じゃあもういきなり編集部行きますか。うん。あ、そうだった、そうだった。主演女優賞の会場行くんだった。あ、はい。そう、着替えたもんね。うん。どうだろう。私だよね。え、なんと、ゆうたちゃんです。ですよねーって。やったじゃない、ゆうたちゃん。はーい。1、10、100、1000、30万円もらいましたね。意外と安いのね。まあ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 。え？あ、そっか。前回もなかったもんね、オーディションね。カジュアね。足元コーデいく？はい。ミニのワンピに、ニーソックスかタイツでキュートにこう、9と2のあったかな。はい、ミニでしょ。え、ミニのワンピか。ミニミニ、そうね、こういうのもありだよね。まあでもそっか、11月だもんね。ちょっと冬意識した方が。でも何か羽織ればいいか。そうだよね。いやでも、そうね、なんか冬っぽいカラーリングがいいんだけど、あんまりないのよね、冬っぽいカラーリングって。これに、そうね。あ、これありだね。あり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 。なんかそうしたら、中の色が変なので、これにして、で、ニーソカタイツね。はい。あ、ちょっと。ニーソ、なんか無地のやつ欲しいよね。無地だったら多分似合うんだろうなっていう。いや、タイツもさ、ちょっと色が攻めすぎてるというか、悪くはないんだけどさ。ギリこれ？まあ、そうだね。ブーツ履いて、ブーツも、独特なんか。ごめんなさい。今回ダサいです。やっぱキュートっていうものが私にちょっと重たく乗りかかるよね。そうね。スマフラーも弱いな、ちょっとな。そうだね。白とかでいいんじゃないかな。はい。何これ、ダッサ。嘘でしょ、色味やばい。うわ、ここ最近で一番ひどい。なんかブーツの色がさ、できるだけちょっとブーツ隠したいなって、思うので、隠すなって話なんだけど、いや、これは隠すよ。はい。そうね。まあ、これもありよ。ありありあり。でも、これでいきます。とりあえず、アップアップ。アップアップ。下げます、下げます。あ、よくない？ほら。まあ、よくない？で、こう、てか背景がまずさ、足元コーデ最旬。あ、旬ね。旬で行くんでしょ？旬だったら冬だよね。冬にして、キラキラつけて、
春雷はみたいなかったっけ。話題沸騰。はい、ちょっとあの旬って書いてる文字の色がちょっとあれかなと思うけど、まあまあまあ、はい、さあ、何、はい、ニコラ学園の仕事、うん、僕今月は出ないんだ。今日編集部に来たの、君に話したいことがあるから。最初はメールでと思ったけど、やっぱり直接言いたかったから。うわ、僕とまた図書館に行ってくれない？最後の受験勉強付き合ってほしいんだ。クリスマスまで勉強なんて嫌かもしれないけど。あらららバレンタインじゃないわ、クリスマスね。クリスマス誰と過ごすかってのは結構重要よね、きっとね。ロックだって。はい。国旗使いずつロック？そんなのあった？え？とりあえずロックでいける？またあのさ、ロックっていう概念ってある？あったね。はい。え、その旗の柄ってそんなにありました？あんま記憶にないんだけど私。ん？これか。国旗柄。じゃあ白かな。なんかこれ、I love New York って書いてそうな。あるよね、そういうあの、なんだろう、あの、I love シリーズね。私、1個持ってないんですけど、いただけないなと思って。どうしよう。でもロックな感じでしょ？でも、せっかく国旗がテーマだから、ちょっと見せていきたいよね。赤にする？下半身黒にするって言っても、おー。なるほどね。あ、ちょっと待って、靴がこれしかないわ。嘘でしょ、絶望なんですけど。ちょっとミニしか履けない。あ、まあでも、いいね。いい、なんかあの、ちょっと古臭い感じが。あ、違うわ、これ。ごめんなさい。これ靴下だった。え、結構謝罪案件じゃない？もうミスもいいところ。だったら別に何でも履けるよね。確かに。でもさっきのが可愛いか。そうだね。靴がね。靴がダサいよね。毎度のことながら。仕方ないんだろうけどね、ネクタイはいらないな。さすがにここにネクタイはいらないな。これかな。こんなロックの時しか使わないからね。よし。あ、またなんか上半身はいいのにみたいなね。でもこれもアップになっちゃうかも。そうだね。これもアップで。いや、別にね、いいのよ。足元も別にいいんだけど。これだね。やっぱこれだねって。え？秋コーデキーワード。へぇ。ロックには合ってない背景ではあるよね。これで下げて、もうちょっとこっちかな。ただそしたらもうあれだ、文字が全く見えなくなったからタイトルが終わってるね。もうギリギリのラインで、よいしょ。で、背景はちょっとロックにしたいですね、せっかくなら。こんな感じ？いいんじゃない？あり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 。でも今でし
今しか使えないぐらいの。ロック。はい。ありありあり。表情もロックだよね。なんかもうこびないわよ、みたいな。よし。あ。呼び出してごめんな。どうしてもユータちゃんに直接伝えたかったんや。俺、プロのチームからスカウトされたで。それも一つだけやない。複数のチームからオファーの電話が来たんや。決勝戦で俺のプレイを見て評価してくれたんやって。ほんまめっちゃ嬉しいわ。これもユータちゃんが応援してくれたおかげやで、おおきに。それでな、ユータちゃんに俺、させてほしいね。だけどクリスマス一緒に遊園地行かへんか？楽しいと思うで。考えておいてな。あら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 。どんどん誘われております、私。クリスマスどうしよう。ねえ。次、カジュアネです。はい。ドット柄を使ったカジュアルな姉、え？カジュアルな姉？姉の時点でカジュアルではないと思うんだけど、ドットか、しかも。ドット？ドット？こんなん使ってみてもいいけどな。そうドットか。とりあえず足元はちょっと本当あの姉の時しか使えないのでこの可愛い形のやつってこの系列とかね。あこれ可愛いね。これで、ちょっと違うか。ちょっと違うか。姉だから足出していく？どういう概念？いや、まあ、意外とあるよ。あ、挑戦する？これ。レトロって書いてあるから全然カジュアルではないんだけど。カジュアルって。とりあえずちょっと無視しよう。無視をするなってね。無視をしよう。あ、これ？これ使いたいかも。ちょっとあのテーマごちゃごちゃじゃない？ちょっとさすがに。そうだよね。ちょっと今自分でも思ったけど、ぐちゃぐちゃだよ、ぐちゃぐちゃ。しかもドットだよ、ドット。ドットってお分かりって。ドット？あ、こういうこと？うーわ、最悪。最悪。待ってよ。これが姉で、さっき選んだやつを、これだっけ。で、ドット。ああ、こういうのつけとけばさ、履いてるふりで。まあ、でもこれ多分、上に羽織ったやつが、ダメなんだろうな、テーマ的に。無視する？ワンチャン無視する？ありよ。もう完成押しちゃう。え、割と良くない？まあ、ちょっと確かに足元も黒にしたらもっとシックだったと思うけど、カジュアルさを出すためにね、この色にしてるんだから。ね、文句言われられはないわよね。あ、いいじゃない。とてもいいじゃない。ねえ。ちょっと体グキッといってるわよね、今ね。腰が結構グキッといっちゃってる感じするけど。まあ、それも愛嬌よね。そうね。これかな。え？
まあでもそっか、ドット使いの果樹ね、果樹、あね、コーデ術だもんね。まあそっか、じゃあしょうがないか。ほなしゃあないか。ハートはちょっと違うよな。星かな。いや、でもドットいるのに星入れるってのもちょっとやりすぎ。そうだね。あ、これにしよう。テクモリ。あつもりみたいな。テクモリ。はい。文字いっぱい入れるとさ、表紙っぽくていいよね。ね。さあ。ちょっとあれですね。人々に会いに行かないといけないですね。え？ここへ来ればあんたに会えると思ったよ。俺またニコラ学園に出演することになったんだ。今日はその打ち合わせで編集部に来た。カイト君が出てくれた回、ニコ読からの評判がすごく良かったの。だからまた出てほしいってお願いしたのよ。今度は人気ランキング1位のニコ元出てもらうことになったわ。あ、私1位です。はい。美穂子さんまた気を利かせてあんたと2人きりにしてくれたのかな。次のニコラ学園も俺はあんたと共演したい。あらららあんたが1位になるの俺は願ってるよ。これ話は変わるけど、あんたクリスマスどうしてんの。え、突然じゃない。俺クリスマスも仕事だけど、少しだけなら時間が取れそうなんだ。よかったらクリスマステレビ局の近くにみんな、港で会えないか。え、私のことやっぱ好きだね、結構ね。マジどうする。クリスマスマジ問題だよね。はい。クリスマスだね。アメリカではクリスマスは家族と過ごすものなんだ。だけど日本では恋人を過ごす行事なんだってね。ゆたちゃんはクリスマスに誰かと一緒に過ごす予定？もしまだ予定がないなら俺と過ごさない？やば。なんかもうめっちゃどうしよう。4人の中から選ぶんでしょ、1人を。あー、ちょっと困るけど。まあでもやっぱ一筋で行こうかな。ね。浮気せずにね。浮気はしてないんですけど。なんかね、ほんと。いや、ツーショットだってどうしよう。え、嘘でしょ？地獄じゃん。え、めっちゃダサかった今服。スイートなワンピをクリスマスっぽい赤白カラーでこう、さっきの人すごいカラーリングでしたけど大丈夫ですか？え？え、じゃない？何？スイートなワンピ。スイートなワンピ。しかも赤白。これはダサいなぁ。これかな。とりあえず赤多めでいきますよ。赤ね。赤白コーデ。あ、そっか。白も入れないといけないんだよね。だからね。あ、こっちかな。白入れて、白入れて、頭に、白。どうよ。最強でしょ、これ。はい。まあ、私の勝ちよね。どう見ても。はい。え、なんでそんな風にしちゃったの？使ってる手間さほど変わらないんだけどね。これじゃない？私が主役よ、みたいな。感じ悪い。私が主役よ。主役なので。え、すごい睨み合ってない？大丈夫ね。仲悪そう。仲良さそうなやつにしよう。さすがにね。アママンピでクリパの主役決定。本当に主役になれます？大丈夫ですか？クリスマスでしょ。でもこういうのがいいんじゃない？ここはね、絶対ハートだと思う。で、人気マックス。もう置けないわ、でもこれ。ラブにしとくね。
ラブ、はい、ラブって、よいしょ、ラブ2つということで、はい、悪くないでしょう、うん、最高よまあでも次にコラ学園だからな、どうしよう。いや私1位だよね、大丈夫？よっしゃ、ゆうたちゃん、もしかして僕に会いに来てくる、勘違いだよね。そうだと嬉しいけど、僕のうぬぼれだったらごめんね。でも来てくれてよかった、君に言いたいことがあったから。びっくりさせちゃうかもしれないけど聞いてくれる？え？僕はゆうたちゃんのことが好きなんだ。ずっと前から好きだったんだ。だから来月のクリスマスは彼女として僕のと過ごしてほしい。OK だったらクリスマスにこのカフェに来て、僕はずっと待ってるから。え、告白してくるとは思わなかった。なんかその誘っては来るだろうと思ってたけど、え、やばくない？なんかもうどうしよう、告白までされちゃった。他の男子よりだから一歩先へ行こうとしてるわね。難しいところよ、ラブレターの行方。大好きな歩くんに告白しようって決めたけど、呼び出しのラブレターに書いた、呼び出しのラブレター書いたんだけど、風邪で休むことになっちゃった。やっと治ったんだし、今度こそ、てんてんてんって。まあ、そうね。まあ、制服だよね。プレッピー、プレッピー。そうね。これに。これに。よし。今日こそは歩くん、あ、同じ制服着てる、よかった、同じ学校だ今日こそは歩くんに告白するぞ。とりあえず歩くんが来る前にラブレターを机の中に忍ばせて、これじゃない、はよーす。あれ、タイガー、あそこ歩くんの席じゃなかったっけ。そういや、昨日ゆうたが休んでるのに席替えがあったんだよ。やば、ラブレター取り返さないと。やば。これしょ、やば、びっくりみたいな。びっくり。これか。おはよう。キラ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 。キラキラいります？やば、あゆみくん来ちゃった。そういや、1時間目。とにかく、先に移動線か、移動教室ってやだよね。なんか1時間目からは。なんか落としたよ。で、机の中に入ったのかな。さすが歩くん、よく気がつく。でもそれ、うちの手紙に。何これ、ってもしかしてラブレターやん。ゆうたさんかな。マジでラッキー。やば。違うの、間違えたの。それ、ほんと歩くんに。違うのっていう。これじゃない、違うの。そっか、実は僕もゆうたさんのことが、教室のど真ん中で告白しちゃった。今では公認カップルです。いいクラスでよかったよね。嫌なやついなくてよかったよ。嫌なやついたらこんなのも、いろいろ火ついちゃうよ、ほんと。ちょっと下り顔だけど、これかな。うん。ですよね、最高ですよね。でも今回演技する場所少なかったね。優しさ？うん、ありがとね。ちょっとしたり顔だな。なんだろう、しめしめみたいなね。頬染めるやつとか欲しいよな、本当は。やっぱりもう12月ですよ。今月は大変ですよ。だってもうどうしたらいいかわかんないもん。誰か一人をついに選ぶということでね。まあ、誰を選ぶかはもうちょっとお分かりかと思うんですけど。はい。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。